財務大臣はイギリスの国政財務に対して責任を負う閣僚であり大蔵省の長である。他国の財務大臣の役割に相当する。イギリスの内閣の四大大臣座の一つとみなされており、近次はイギリスの政治において首相に次ぐ政治権力を持つようになった。今日では財務大臣は 大倉教の職務を遂行するための大倉教委員会の一員として常に第二大倉教を兼任する。18世紀から19世紀の初めには首相が下院議員である場合に財務大臣を兼任することが普通であった。首相と財務大臣を同時に務めた最後の例は1923年のスタンリー・ボールドウィンである。かつては財務大臣の座が 空席になった場合には、大座部の首席裁判官が、財務大臣臨時代理を務めることとされていた。これに従って、財務大臣臨時代理を務めた最後の、首席裁判官は1834年の、電満教である。財務大臣は、イングランド市、英国市の中でも3番目に古い大臣職であり、もともとは、中世のイングランド王室の財務を司った、財務府において、 歳入の確保と会計監査の役割を担っていた。つい最近まで財務大臣は金融政策と財政政策の両方を掌握していたが、1997年にイングランド銀行が独自に金利を設定することを許され、この監修は終わりを告げた。財務大臣は他の政府機関の財務も監督している。イギリスにおいて財務大臣はしばしばザ・チャンスラーと呼ばれるが、 同じチャンスラーのつく役職として、大法官やランカスタ公領大臣などがあるが、それらは全く別の役職である。かつての財務大臣、ロバートローは1870年4月11日に、庶民院で財務大臣について、次のように説明した、財務大臣はその職務が大臣を多かれ少なかれ、課税装置にさせるものであります。彼は、 可能な限り公平に分配する大臣の職務であることのある程度の苦痛を託されています。2010年に商務担当政務次官の職が新設され、大倉主席政務次官の役割は2015年には軽減された。省庁別再出現度額を設定するのが大倉省であることからわかるように、財務大臣は他の政府機関に対してかなりの統制力を有する。これが 個々の財務大臣に対して与える権力の量は、大臣個人の力強さ、所属政党内での地位及び首相との関係の良さに左右される。1997年に労働党が政権を取った時に財務大臣となったゴードン・ブラウンは、党内で個人的に大きな権力基盤を持っていた。おそらくその結果であろうが、トニー・ブレアが首相在任中の十年間を通して、 ブラウンを財務大臣として任用し続けたことで、ブラウンは波外れて有力な人物になり、1832年改革法の制定 E5 としては最長となる財務大臣在任期間を記録した。これは政府の大臣の中で明白な第2位の地位を占めるという財務大臣に対する以前からあった傾向を強化する結果となり、伝統的貴族の外務大臣と、 内務大臣の上位に昇進した。財務大臣の重要な役割の一つが、年間予算枠の策定に関わることである。2017年現在、第1は、秋の予算編成で、次の会計年度中の政府の支出を予測し、新しい財政上の措置の発表も行う、予算の日としても知られる。第2は、春の予算演説で、補正予算としても知られる。 イギリスの税制年度は依然として古いユリウス歴を使用し続けており、その年末で区切る。1993年からは春の予算案発表に先立ち、秋の予算演説が行われた。これは当時、プレバジェットレポートと呼ばれた。秋の予算演説は通常11月か12月に行われる。1997年、2001年、2002年、 2003年、2006年、2007年、2008年、2012年、2016年の予算案の発表はすべて水曜日に庶民院での演説の中で要約して行われた。金利の設定はイングランド銀行が担当するようになったが、財務大臣も金融政策構造の中で重要な役割を果たしている。財務大臣は イングランド銀行がそれを満たす金利を設定しなければならないようにインフレ目標を設定する。1998年イングランド銀行法のもと財務大臣はイングランド銀行の金融政策委員会の委員9名のうち4名を任命する権限を持つ。また、イングランド銀行の総裁及び副総裁の任命に関するハイレベルの影響力並びに イングランド銀行内から出た残りの2名の MPC 委員の任命に関して諮問する権利を持つ。また、同法によれば、極端な状況にある時の限られた期間内において政府はイングランド銀行に対して金利に関する指示を与える権限を持つこととされている。しかし、この権限が公式に行使されたことは一度もない。大蔵省では、 財務大臣は4名の下級大臣からなる政治家チームと多くの国家公務員に支えられている。最も重要な下級大臣は内閣の構成員である大倉主席政務次官で政府の支出に関して他の政府機関との折衝の役目を委任されている。他の3名は主計長官財務担当政務次官経済担当政務次官である。 さらに別の2名の高官に大倉担当政務次官の称号が与えられているが、いずれも大倉省における政府の大臣ではない。大倉政務次官は、庶民院における与党院内幹事長である。パーマネントセクレタリーツーザトレジャリーは、大臣ではなく、大倉省の高級官僚たる公務員である。財務大臣職の座についた者は職権により、第2、大倉卿となる。第2、 大倉教としての大臣皇帝は、ロンドンの第一、大倉卿官邸の隣のダウニング街11番地にある。過去には両邸は指定であったのだが、今日ではそれらは連結された官邸として、教されている。財務大臣は、枢密院の一員であることが義務付けられており、そうすることで、閣下の称号が授けられる。貴族院は、議会法のもと、 財政法案を通過させることがないので、20世紀、初頭以来、財務大臣職は、実質的に庶民委員議員に限られている。財務大臣は、かつては、独立していた役職の王立造兵局局長を、自らの従属的な役職として保持する。共和世紀は、ポスト廃止。所属政党保育党通り党、グレートブリテン王国と、 アイルランド王国は1800年の合同法で、クレートブリテン及びアイルランド連合王国として合体したが、クレートブリテン財務大臣とアイルランド財務大臣は1817年まで統合されなかった。1817年から両国の財務大臣職が統合されて、連合王国財務大臣が新設された。所属政党保育党、 トーリー党保守党ピール派自由党自由統一党、労働党挙国派労働機構挙国派自由党、ありがとうございます。